いやもう終わりますね。やることね、全パラ150以上だから。今日はいよいよ受験日。私の進路は大学を受験する。大学受験、どこの大学を受けるんだっけ？もちろん一流れ大学。進学するならできるだけ上を目指さないとね。いやもう余裕よ。いよいよ試験、全力で頑張ろう。余裕だって、大丈夫大丈夫。まあ、そこは心配してないんだけどさ。もうあと卒業式だからマジでやることが。ああ、そうね、一生会えなくなるわけじゃないけど、みちるさんが海外留学しちゃうんだよな。ひかるちゃんは会えるとして。いやー、切ない。ああ、りょうたくんがいない。今日で高校生活もおしまい。明日は卒業式だ。卒業式当日。いやもう3週目だから3回は見てるんだけどさ、いつもなんか感動すんだよな、卒業式。校長先生、ありがとうございました。ありがとうございました。諸君、卒業おめでとう。ありがとう。君たちを本校に迎えた日、ここから見た希望に満ちた瞳を思い出します。今は希望だけでなく確かな自信が加わっている。生徒たち思ってないのか。それは仲間と共に過ごした3年間が正しかったことの証明である。ヒムロッチどこ向いて喋ってんのってならん？カメラこっちにある。この先に待ち受ける困難に立ち向かう準備ができたということ。大丈夫。3年間を過ごしたこの学園はマジでいい学校。永遠に諸君の中にある。目を閉じればいつでも帰ってこられるはずです。さあ諸君、新しい大空へ飛び立て。飛び立て。うわ、もうこんな学生生活を送りたかった。青春そのものじゃん。みんなと過ごしてきたこの教室とも今日でお別れ。3年間、入学したばかりの頃は長いなって思ってた。思うよな。でも一瞬よ。それから何年もすぐ時経つんだから。今振り返ってみると本当にあっという間。楽しいことも辛いこともいろいろあったな。もうそれも思い出の中だけのものになっちゃうんだ。羽ばたき学園での素敵な毎日、私絶対に忘れない。ありがとう。でもすぐ帰ってこよう。りょうたくん、卒業までには帰るって言ってたのに。あ、そうだよな、帰ってきてないよな。卒業式出れてないんだもんな。もしかしてあそこに。あ、坂道だよ、坂道。坂道って言ってたじゃん。急げ、走れマリー。おらへんやん。連絡くれてもいいのに。何かあったのかな。今、あ、鐘の音だ。教会の鐘。あ、ほら鐘の音また聞こえてきたよ。え、待って、鐘の音とともに亮太くんの小さい頃の幻聴聞こえる？大丈夫マリ？え、亮太くん、え、いるの？こっち。聞こえたのこっちだと思うんだ俺。来て。あ、待って亮太くん、え、見えてるの姿が。大丈夫マリ？いろんな意味で。ここ古い教会なんだ。今は使われてないんだって。
教会で待ってるのはお姫様の方だろ。りょうたくん、お姫様じゃん。じゃあ、りょうたくん、だってあの坂道で待ってるって言ったよ。慌てて空港から学校に来たんだ。ごめんな、一人にして。ううん、一人じゃなかったよ。小学生の頃のりょうたくんと一緒に鐘の音を聞いてここに来たの。マジで見えてたの。マジかよ。マジかよってなるよな。俺も聞こえたんだ、鐘の音とお前の声。大丈夫？それって他の人にも聞こえてる？あの頃の俺たちが合わせてくれたんだな。うん。じゃあ次は今の俺たちの番だ。俺が最初にお前を見つけたのは幼稚園のさつまいも掘り。芋掘り？え、見つけたってどういうこと？同じクラスじゃなかった？覚えてないんだろ？覚えてねえよ。それはもういいよ。もう諦められた。でもな、俺は忘れない。泥で汚れた全開の笑顔。幼稚園の運動会で負けた俺と一緒にいてくれた泣き顔。あ、一緒に泣いてあげたんや。優しい。ここで俺の風車を吹いてる真剣な顔。大好きな女の子のこと忘れたことなんかない。なんかもう泣きそう、りょうたくん。でもその大好きな子と引き離された。俺卒業したらイギリスで仕事を手伝う約束でこっちに来たんだ。言ってたね。おじいちゃんの店で修行。でも本当はお前に会って心の整理をするのが目的だった。それも聞いたけど、入学式の朝、あの坂でお前を見た時、整理どころか思いが弾けた。あの日からお前に会うたびぴったり重なるんだ、思い出と今が。羽ばたきキャンプ場で焼き芋あげた時のお前、幼稚園の芋掘りと同じだった。嘘。体育祭でさっさに負けた時、隣に来てくれたよな。歯医者インタビューね。夏祭りの屋台で買ったオレンジ色の風車、真剣な目で見てた。あれラスイチだったね。うん、全部昔と同じ。なのに俺はずっと父さんに言い出せなかった、こっちに残るって。育児なしの卑怯者でごめんな。でもやっとお前の前に立てた。シオン。はい。初めて見た日から離れてた10年も、幅学の3年も、この先も。お前が変わらなく好きだ、俺と。え、結婚してください。え、ガチのプロソボ。嘘。え、付き合うとか付き合わないとかじゃないの、りょうたくん。りょうたくん、ヒムロッチ直伝のスキンシップ。キス、これって。私もりょうたくんが好き。いつも持っててくれてありがとう。俺のお嫁さんになってくれるのかよ。お嫁さんって可愛いな。はい。本当に願いが叶った。よかったね。風車の願い事？そうだよ、マリ知らないんだよ。お前と一緒の願い事。マリ知らんかったけどな。俺たちが
いつも元気で幸せで、それで結婚できますように。うわ、顔と声が合ってない。絶対にできますように。絶対にできますように。もうエモい。そうだ、これお前の髪飾りに似てるだろ。似てる。わあ、綺麗。イギリスに行ったばかりの頃見つけて買ったんだ。いつか絶対お前に渡すって。りょうたくん、ありがとう。ありがとう、りょうたくん。今つけてるやつどうなんの？それと、それと、このまま式あげよう。マジで？はい、はい。誓いの口づけは俺からだ。シオン、もう話さない。もうめっちゃいい話。ちょっと待って、エモすぎる。リョータ君のエンドエモすぎる。鐘が鳴ってる。来いよ。もうリョータ君、何も願いはないよ。俺にはお前がいるんだ。はあ。ウェディングベルのような優しい鐘の音に包まれながら、私たちは結ばれました。教会のステンドグラスに描かれた王子様とお姫様のように見つめ合い、慈しみ合いながら、ずっと二人で歩んでいきたいと思います。卒業後、私は亮太君と一緒に一流れ大学に進学。もう余裕だったでしょ、一流れ。亮太君はおじいさんのお仕事を本格的にお手伝いしています。先日二人で店番をしていると、お客さんに若夫婦みたいと言われたことがありました。亮太君はみたいじゃなくて夫婦ですと冗談っぽく答えていましたが、私には小声で、家族の前で結婚式を挙げる前にもう一緒に住もうかと真剣に言っていました。これからも共に時間を過ごして、喧嘩したり笑ったり、新しい思い出がたくさん生まれるでしょう。そしていつか二人が将来を誓い合う日には、盛大なウェディングベルに祝福されたいです。いい、おめでとう、おめでとう。マリー、亮太君、あの日の春のそよ風のぬくもりや鐘の音を思い出しながら、変わらない永遠の愛を。うわー、エモい。りょうたくんのエンドエモすぎ。うわー、めっちゃ感動した。けどいっぱい喋りたいことあるんですけど、3週目なんで、ちょっと一回見たから飛ばしますね。なあ、この先いつどんなに盛大な式を挙げても、真の記念日は今日だ。うん、卒業式と結婚式が一緒の日だ。絶対に忘れないね。おい、お前が言うとちょっと怖いよ。大丈夫だよ、覚えてる覚えてる。もう忘れません。頼みますよ、俺のお嫁さん。いや、終わりました。3週目終わったでですね、これ全然システムを理解してなかったんですけど、これ俺これ、ま、これの存在を知らんかったから、ミカゲッチとリョータ君だけ見とこうかなと思います。
まず三影地。俺マジでこれの存在知らんかったよ。今年もよく育ったな。喋りおる。真っ赤に染まったイチゴを両手にいっぱい収穫した。これはあれなんだよ、その三影地だったら三影地目線で話進んでんだよな。羽ばたきグリーンファームでイチゴを育てて3年目、今年が一番の出来だ。よかったやん。これだけ出来がいいと一人で食べるのが惜しい。誰かリアクションのいいやつに食べてもらいたい。チラって見てるんだろうな、マリーのこと。よし、真面目ちゃんにごちそうだ。あの子の笑顔を思うと自然とこっちも楽しくなる。不思議な魅力を持った子だ。はい、べっぴんさん。次もべっぴんさん。一つも飛ばさずべっぴんさんだ。言ってそう。言ってそうって言ってんのが。形も大きさもまばらないイチゴ。またそれがいい。あの子の笑顔を思っただけで妙なテンションになってる。たく落ち着けよ。落ち着けよ、ミカゲッチ。フルーツサンドにしよう。あ、フルーツサンド。氷で冷やしながら生クリームをボールで泡立てていく。この作業好きなんだよな。嘘、機械でやった方が早いやん。液状だった生クリームが空気を含んで重たくなって液体から固体へ。この瞬間が面白い。やっぱ生物っていうか理科の先生だからそう思うのかな。8分、すくい上げるとボタッと落ちる。フルーツサンドにはちょうどの硬さだ。桜、綺麗だぞ。見に来ないか。ああ、電話もらったね。あ、これで終わりなんだ。さっきご家族から電話があって、学園演劇の主役の巨船役の生徒が家庭の事情で欠席だ。おお、学園演劇のやつ。学園演劇は文化祭の花。主役がいなければ始まらない。三影先生、どうするの？どうするの？心配そうに声を上げる生徒たち。その中でヒロイン役のあの子は黙って俺を見つめている。マリーじーっと三影地見てたんやな。胸が痛い。欠席する生徒ももちろんだが、一生懸命に練習したあの子に晴れ舞台を踏ませてやりたかった。まさか学園演劇中止なの？女子生徒の小さな声が波紋のようにクラスに広がる。嘘、学園劇がないなんて前代未聞じゃん。やだ、せっかく準備したのに。みんなで準備したんだろう。簡単に諦めるなよ。そんなこと言ってもイカゲッチ、今からセリフなんて覚えられないよ。そんなことを口々に言う生徒たち。セリフを覚えるか。あの、ミカゲッチ、私の練習に付き合ってくれたからセリフを覚えてますよね。マリー。クラス全員の目が一斉に俺に向けられる。待て待て、そうじゃないだろう。教師が主役になってどうすんだよ。まあ普通はそう思うわな。なんでダメなの？緊急事態だよ。男子生徒たちが席を立つ。お前たちの気持ちもわかるけどさ。さすがの俺もそこまで厚かましくない。お、ヒムロッチ。三影先生、こちらに。あ、はい。みんな静かにしてろよ。学園演劇は文化祭の花。生徒たちの気持ちを尊重し、三影先生が判断してください。はい。まさか氷室教頭が背中を押してくれるとは思っていなかった。そこまで無慈悲じゃないよ、氷室っち。私にも経験があります。そして今そのことに一切の後悔はない。一
ちょっと待って、俺ヒムロッチ攻略したはずなんだけど、学園劇何やってたかな。え、ヒムロ教徒が学園演劇に。ちょっと待って、ワンもまたやりたくなってきた。ヒムロ教徒の顔が昔を懐かしむように少し緩んだように思えた。生徒たちとしっかり話して決めなさい。大丈夫、ヒムロッチやってるって。小さくうなずく俺の肩にポンと手を置いてくれた氷室教頭の目はいつもよりちょっと温かい。みんなが望むなら俺が出る。それでいいか。めちゃくちゃうまかったよ。さすがミカゲッチ。ミカゲ先生の主役見てみたい。もう見てる人が涙を流すほどよ。窓際の席で俺を見つめるキラキラの笑顔、マリー。ああ、もう弾けねえな。弾けねえな。完璧だったぜ、ミカゲッチ。ここに植えておこう。何色のチューリップが咲くか楽しみだ。園芸部の農園の隅、長崎土産の球根を植えた。ああ、買ってたね、チューリップの球根。あの子に渡した球根の残りだ。また一つ春の楽しみができた。ここにはたくさんの植物が植わっている。それぞれに誰かの思いが込められていて、そんな風に見ると神々しくさえ見えてくる。あ、ミカゲッチ、何を植えたんですか？マリー、すごいタイミングだ。この子にはこういうところがあるから面白そう。広いんだから。なんせ MVP 賞の残りだ。チューリップの球根ですね。 MVP 賞、長崎の修学旅行のお土産屋で俺が渡したチューリップの球根のこと。私もここに植えていいですか？どれがどれだかわからんくならん。それ構わねえよ。じゃあ今度持ってこい。今取ってきます。持ってるんかい。持ち歩いてるのかよ。本当に面白いやつだな。俺は真面目ちゃんなんて呼ぶことがあるが、本当にぴったりのニックネームだと思っている。いや、センスないよ、ミカゲッチ。人一倍真面目で真剣だけど、見ていると自然に笑顔になっちまう。そんな女の子だ。ミカゲッチの球根の隣に植えます。ああ、じゃあ咲いたら花の色で占いだな。はい、楽しみです。よれだ、午後の授業始まるぞ。チューリップの花占いは花の色ごとに違う花言葉で占う。へえ。ちょっとずるして、真面目ちゃんにはピンク色の花が咲く球根を渡してある。え、色ってコントロールできるの？なんたって MVP 賞だからな。へえ。アジサイみたいになんか酸性かアルカリ性で色変わるみたいなことじゃないんだ。生徒会室でじゃんけん何やってんの？見かけ先生、今週末のご予定はいかがですか？座長出てきて。放課後の生徒会室、活動報告をまとめていた矢之助がパソコンから顔を上げた。そうだな、朝は植物の世話がある。その後はフリーだ。なんか用か？じゃんけんしようっていうの？矢之助は劇団羽ばたきの座長をしながら生徒会執行部に所属している。市民劇団の活動を援助している羽ばがく理事長の計らいで入学した特待生だ。劇団の稽古もお休みです。祈り君と一緒に出かけたいと思ってます。ああ、サーフィンのやつかな。いいじゃないか。ね、俺も誘ってくれんのか？そんな仲良しグループだから当たり前じゃん。失礼します。ああ、祈り君。祈り、氷室祈り。本学では知らない奴はいない。氷室教頭の甥っ子だ。甥っ子なんだ。初めて知った事実。やっぱ甥っ子だったんだ。兄弟いたんだ、氷室っち。いいところに来たな。
今矢之助から遊びに誘われたとこだ。お前もどうだ？行きますよ。だって発案者は僕だし。お？ふてくされたような表情でぷいっと顔を背ける。なんだ、二人で決めたのか。いいな。劇団の座長で特待生、もう一人は学園の名物教師の甥っ子。種類は違うが、一般の生徒には想像もできない日常を送っている二人。この二人が自然に惹かれ合って友情を育んでいることが嬉しくてたまらない。小次郎先生、なんかいつもよりにやけてますよ。そりゃお前たちに誘ってもらったら嬉しいに決まってるだろう。そう言って祈りにの肩に手を置くとちょっと迷惑そうにする。前はもっと硬直してた。だいぶ心を開いてくれるのか。うわ、見えない。まあいいや。ね、3人でどこ行くんだ？どこ行くの？うん、そう聞くと妙な間があって矢之助がすまなそうに俺を見た。彼女も誘ってみてはどうでしょう？マリいいな、誘ってみようぜ。あ、仲良しグループができる時の話ってこと？これ俺が目的じゃなかったみたいだ。この二人と普通の男子高校生らしい話ができるのが嬉しい。小次郎先生、笑いすぎ。祈りが罰が悪そうに俺を睨む。おい待てよ、俺に誘わせるわけじゃないよな。行くぜ。行くぜ。あ、じゃんけん。あ、そういうじゃんけん。難しい環境の生徒たちと思って気にしていたが、もしかして俺の方が中身に入れてもらってるのかもしれない。矢之助、みどり、ありがとうな。はあ、はあ。もうすぐ懐かしの羽ばたき師だ。3ヶ月ぶりにあの笑顔が見られる。出会ってからこんなに長く離れたことはなかった。あ、牧場行った後の話ってこと？アフターストーリーだ。卒業式の後は退職の手続きや実家とのやり取りに忙殺され、まともに二人の時間が取れないまま実家に戻った。多忙だったのは彼女も一緒だ。それでも新生活の準備の合間に俺の荷造りを手伝ってくれた。さすがマリー。植物や専門書は先に送ったから生活必需品だけが残っている程度だが、それでも荷物は多かった。あ、ミカゲッチ、このスーツクリスマスパーティーの時のですね。クローゼットの中を覗いた彼女が嬉しそうにスーツを両手で抱えてくる。借りたもんな、スーツ、上着な。ああ、俺の勝負服だ。かっこいいだろう。うん。あ、そういえばジャケット借りたままですよね。3年のクリスマスパーティーの夜、冷えた小さな肩にかけたジャケット。あの時は半年後こうやって二人で荷造りをしてるなんて想像もしなかったでしょうね。大丈夫、あれ以来勝負服を着る機会なんてないよ。まあ牧場だからな。そうですね。笑ったな。今度牧場で着てモーリーに見せてやるかな。いや別にいいけど、すっげえ汚れると思うよ。あー、ずるいなモーリーと言って膨れ面をする。卒業前はこんな表情はしてくれなかった。可愛いだろうな、マリー。しばらく会えないからジャケットはまだ預かっておいてくれ。そんなたわいもない会話をして別れてから3ヶ月、あっという間だった。この感じ懐かしい。よくここ
ここで待ち合わせて遊びに出かけたね。行ったね、ミカゲッチ。いろんな服やアクセサリーでおしゃれしてきてくれたよな。もうミチルさんとヒカルちゃんの言いなりですよ。ふぅ、あれ、なんか緊張してきた。嘘。ミカゲッチ。そして妙に懐かしくてくすぐったくなるような声が聞こえた。遠く離れた空の下で毎日想像していた俺を呼ぶこの声。じゃあ俺は第一声なんて声をかけるかな。あの顔を見たら自然に声が出た。お、なんて言う？よ、真面目ちゃん。うわー、このシステム早く気づけばよかった。ということで、りょうたくんも見ていきたいと思います。じゃあ吹くよ。せーの。せーの。願い事どころか絶望だった。ごめんね、りょうた。お父さんのお仕事が急に決まったの。月曜の朝には出発だ。話したい友達がいたら明日のうちに会っておけよ。え、急すぎん？でも小さい頃のりょうたくんつらかっただろうな。あの日、教会から帰ってすぐイギリスの学校に通うって説明されても何も理解できなかった。分かったことはもうあいつに会えないってことだけ。日曜日は部屋に閉じこもって入学祝いで買ってもらった百科事典でイギリスとの距離を調べただけ。9000キロ。隣町に一人で行ったことのない俺たちにとってそれは絶望的な距離だった。9000キロね。それを知ってあいつに会いに行けるほど強くはない。風車の願い事。翌日、永遠の距離に引き離された。なんてひどい仕打ちだ。なんて日だ。イギリスについてしばらくは記憶がない。大丈夫か。子供はある意味強い。自分を守るために器用に心を分割する。でも最初のクリスマス、向こうのお友達にクリスマスと新年のお祝いを送ったらどう？母さん。向こうのお友達、何気ない一言で半年以上封じ込めていた思いがあふれて。どうしたの、りょうた。涙が止まらなかった。母さんを困らせた後、机に座ってカードを書いた。メリークリスマス、ハッピーニューイヤー。印刷された楽しそうな文字やイラストと自分の気持ちが遠すぎて一文字も書けなかった。母さんには今年はいいやとごまかした。でも自分はごまかせなかった。手紙も書けない。電話なんかできない。本当の別れだったって事実が重かった。その後、毎年年末にはカードと睨み合っていた。手も足も出なかったけど、今年は何か書けるかな。はあ、つらかったんだね、りょうたくん。それで10年経ったと。はあ。ねえ、そんなにじっと見られたら食べにくいよ。今日のあいつの顔、
幼稚園の時の芋掘りと同じ。俺が最初にあいつを知ったのは幼稚園の芋掘りの日だったんだ。何日か前に雨が降ったから土は結構湿ってて、芋掘りと泥遊びを一緒にやってた。あいつはなかなか土の中から引っ張り出せないので困ってたっけ。俺もね、覚えてんのよ、幼稚園の時の芋掘り。多分だけど、なんか俺だけめっちゃ取れなくて、なんかちっちゃいのしかなくて、なんか先生にでっけえのを一個もらった記憶がある。正義感だけ強かった俺は見てられなくて手伝った。まるで株を引き抜く童話みたいだった。かわいい。せーの、かわいい。わあ、見て、こんなに大きいお芋、ありがとう。顔に泥をつけてにっこり笑ってた。俺はそんなあいつの顔を見て思いっきり笑ったのを覚えてる。かわいいんだろうな、二人とも。多分その時決めたんだと思う。何よ、いつの間に亮太くんマジシャンみたい。ああ、芋掘りマジシャン爆誕。焼き芋か、焼き芋出すマジシャンだな。焼き芋を見せた時のあいつ、幼稚園と違ってたのは顔に泥がついてないだけ。10年の時間なんかなかったみたいだ。あいつの方がよっぽどマジシャンだ。会うたびに10年前と今をピタッとくっつけるあいつの魔法。今度は亮太くんの好きなもの、サプライズで準備しておくね。何がいい？サプライズも好きなものも、お前といるだけでもう揃ってるんだよ。高校最後のクリスマスイブ、おじいちゃんは商店街の集まりに出かけることになっていた。商店街って商店街だ。あれ、商店街か。そのおかげであいつと二人の骨董店を営業できた。俺の夢がイブの夜に現実になったんだ。あ、おじいちゃん。あいつを送って店に戻ると、おじいちゃんが帰っていた。亮太、ありがとう。店番助かったよ。おじいちゃん遅かったね。お前もな。空気読んだんだよおじいちゃんと片目を少し薄くして笑った。あいつが来ていたことをお見通しみたいだな。俺があいつが来てくれたこと、店を延長して開けてしまったことを話すと、おじいちゃんはさらに笑ってた。数十年前、私も同じことをやった。でも、自分の道をはっきり決めた後にな。常に頭に引っかかっていることを直接言われた。ごめん、おじいちゃんの仕事と父さんの仕事、天秤にかけてるわけじゃないんだ。俺が慌てて取り繕うと、ゆっくり首を振って、母屋の方に戻っていく。天秤の重り、それだけじゃないんだろう。彼女にも失礼だ。自分で片付けてくればいい。シオン、分かってた。入学した日からここにいる理由、父さんとの約束を守れない理由、おじいちゃんのところで修行してるなんて、父さんにもおじいちゃんにも失礼な言い訳だ。イギリスに行って父さんと話してくる。ああ、ここで決意したんだな、亮太くん。早くそうするべきだったのに、ここまで引っ張ったのはただ俺が卑怯な育児なしだからだ。おじいちゃん、ありがとう。行ってくる。おじいちゃん。でもあいつになんて言う。10年前みたいに
黙っていくわけにはいかない。卒業まであと2ヶ月だ。あー、それでバレンタインの後にってことね。この3人で時間を過ごすことが増えていた。あ、仲良しグループ。え、どっち、どっちの仲良しグループ。なんでだ。なんでだって。うんうん、いいね、りょうくん。疑問が生まれたの？あら、こっちの仲良しグループ。放課後、本田の話を聞いたらあっという間に夕方になる。話すの好きだもんな、いくくん。本田は本当に不思議だ。俺たちが興味を失いかけると、それを察知したかのように話題を変えたりネタを放り込んでくる。天性の話術。風間、なんで餌を与えるんだよ。終わりかけてたのに。そんなこと言って、ミー君も聞いてくれるくせに。七つ森の言う通り。でも自分でも不思議と本田の喜びそうなことを言ってることがある。これも本田のすごいところ。ただ七つ森の言うように、もう今日は十分だった。結局現れなかったと思ってさ、あいつ。そう言うと二人はそれぞれ残念そうにため息をつく。多分俺も同じ感じに見えたと思う。こうして屋上にいると、あいつがひょっこり現れることがあった。それを期待して今日はわざわざ誘いに行かなかった。こんなんだったら素直に声をかければよかった。俺の一言でさすがの本田も帰り支度をして、制服のズボンについた汚れをはたいて立ち上がった。おお、いた！りょうくん、みーくん、見て見て、こっち。あ、寝送りやってるやつな。これやってないんだよ、実況で。本田が屋上の手すりにつかまりながら俺たちを呼ぶ。そう、帰ってる時にね、屋上からなんか手振られて振り向いたら、なんか俺の念が通じたんだみたいなこと3人で言ってた。だってさ、りょうくん。行ってみるか、みーくん。かわいい、こんな会話してたんだ。屋上から校門の方を見ると、あいつの小さな背中があった。カバンを右手で持って、ちょっと跳ねるように歩く、特徴的な後ろ姿。俺が声をかけようとすると、本田が首を振る。念力の実験。ほう。誰の思いが彼女に届くか。そうこれやってた。なんだそれ。でもさ、寝送って振り向いたとしても、それが誰の念力かわかんねえの。振り向けって念じるだけ。さあ行くよ。もうこれでマリ振り向いたらからいいけどさ、そのままスルーして帰ってたら悲しいぞ。次の瞬間、こっちを向いた。いつもの何とも言えない柔らかい表情。誰の声が聞こえたんだ。わからん。それは俺にもわからん。料理してる音を聞くって新婚家庭みたいだな。え、違うの。シオンは時々こうやって俺の家に来て料理を作ってくれる。うわ、女子力高。俺は卒業後大学に通いながらおじいちゃんの店を手伝っている。あいつも新生活が忙しいはずなのに、こうして世話を焼いてくれるんだ。そっか、新婚だな。もう卒業式の日、教会で二人の式を挙げたことは誰にも言ってない。家族や友達の前で式を挙げるのはちょっと先になりそうだ。私はいつでもいいよ。かわいい、マリー。イギリスの父さんや母さんのことを気を使ってくれてるのか、純粋に今を楽しんでいるだけなのかよくわからないけど。はい、お待たせしました。いつか亮太くんに
ごちそうになったイギリスのランチプレート、あれ作ったん。ベーコン、マッシュルーム、卵、ベークドビーンズに焼いたトマト、フィッシュフライ。俺が作ったのより全然うまそう。俺がすごい勢いで食べるのを嬉しそうな顔でじっと見ている。ね、おいしい？大きくうなずいて、そっとシオンの頭に手を乗せた。乗せられた。リョータ君、本当にうまいよ。小学生のリョータ君の部屋のままだね。デートでね、部屋行って素敵だねっつったら、素敵かとか言われて印象最悪なんで。少しは変えようって思ってるけどさ。この部屋にはいろんな俺の思い出が詰まっている。思いがか、あの頃の俺にもこうしてシオンと一緒にいることを知ってもらいたいし、まだこのままでいいかな、新居に移るまでは。うわー、これ見てよかったな。というわけで、無事へ亮太くんの新告白エンディング終わりました。いやー、感動したね。もうさすがメインキャラ、まあ、王子様キャラでしたね。あとめっちゃ今更なんですけど、3週目2回目の動画かな、パート33で白根くんのお兄ちゃんであるクーヤくんが登場した時に、双子のお兄ちゃんなんだってって言ったんですけど、全然双子じゃなかったです。一個上の先輩でした。なのでね、訂正しときます。今更って感じもしますけど。それと、これは有名な仮説だと思うんですけど、りょうたくんは9っていう数字にゆかりがあって、9月9日生まれで9000キロ離れたイギリスに移住したとか、やたら9っていう数字が出てくるんだけど、実は前作のガールズサイド3が発売されたのが2012年で、 GS4 が発売したのが2021年、去年ですね。ちょうど9年前なんですよ。こういう理由から新作を待ち望んでいたガールズサイドのねファンの姿は、りょうたくんがマリーを思い続けていたという設定に投影されているのではっていうものがあるんですけど、これ本当なら鳥肌立つよね。もうこれ考えた人天才だわ。ネットで見た時もすげえって思ったんで紹介させてもらいました。本当にね、 GSO すごい面白かったです。まだまだ回収してないエンディングとか攻略してないキャラとかいるんで、まあ、個人的にはね、まだ楽しませていただこうと思っております。気は早いんですけど、 GS5 がもし出るのであれば、また実況させていただきたいなと思いました。もうコナミさん、本当 GS4 作ってくださりありがとうございました。それと、動画を見てくださった方も本当にありがとうございます。他のゲームもね、実況していくので、そちらの方も見ていただければ嬉しいです。それでは、ときめんも GS4 実況、最後はこの言葉で締めさせていただきます。いつも心にときめきを。